はい、こんばんは。本日はゴンタランドアフリカ政策の続き進めてまいります。今回はですね、こちら G コースターではなく、その向こうにある、はい、こちら古代遺跡エリア政策の続き進めていきます。でですね、はい、前回そうですね、この古代遺跡を設置して、今回はですね、この古代遺跡エリア最初のアトラクションを設置したいと思います。で、何のアトラクションを設置するかと言いますと、はい、こちらです。ジーニー。古代遺跡といえば空飛ぶ絨毯というわけではないと思うんですけど、すいません、そこら辺はちょっと100歩譲っていただいて、こちらのアトラクション設置します。でですね、最初、当初の予定だとここに置こうかなと思ったんですけど、なんかあんまり収まりが良くないので、ここら辺に置こうと思います。で、せっかく古代遺跡エリアなので、なんか古代遺跡の、跡地風なところに乗ってる感じにしようかなと思います。で、ここに設置すると、ちょっと一旦置きますね。はい、これこんな感じのアトラクションですね。ちょっとこれ、ここのハリボテ感が半端ないんですけど、で、乗り場をここら辺に作ろうと思うんですけど、そうするとちょっとこの通りが気持ち狭すぎるかなって思うので、まずはこの通りをちょっと広げようと思います。単純に太くするんじゃなくて、横に同じぐらいの歩道を引いて、私よくこの手法をやるんですけど、なんか単純に一つの歩道を引くよりも、この方がちょっといい感じに見えなくもない。で、はい、間をこんな感じでつなげると。はい、これで歩道が広くなりましたね。ちょっとこの街灯がずれまくってるのに関しては後で直します。で、はい、色味がですね、ちょっと青系じゃなくて、エリアに合わせてもうちょっとオレンジっぽい色にしましょうかね。あれ、これどこが変わってるんだ。あ、オペレーターの色だって今いじったの。すいません、間違えました。今この人の色いじってた。この人じゃなくて、ここか。ああ、いいですね。多分、こういうオレンジ系にした方が、なんとなくエリアの雰囲気に合いそう。はい、こんな感じで。で、これただ置くだけだとつまらないので、ちょっと下に古代遺跡風の雰囲気を出せるものをやっていきたいと思います。ていうか、このアトラクションってなんかこの部分気になりますよね。なんかこの部分空いてるんだったら歩道を引いて歩けるようにしたいんですけど、多分それはゲームの仕様上できないですね。何かしら埋めちゃおうかな。はい、というわけで、では作っていきましょう。
はい、こんな感じでアトラクションジーニー完成いたしました。もうすでに運営して人も乗ってます。なんか悲鳴も聞こえてる。はい、まあなんとなく、まあ、ちょっとこの古代遺跡の、はい、跡地っていうのかな、なんだろう、あの失敗した古代遺跡の上に乗ってる感じになってます。はい、こんな感じ。なんか思った以上に回るんですよね、このアトラクションで。すいません、すごくあの重要なお知らせがあるんですけど、前回までここにあったガムボール機、はい、こちらに移動いたしました。誰も使ってませんね。あ、今ちょうど終わったところですね。ちょっと次の回で乗る人たちのあれを見ましょうか。出入り口こんな感じになってますね。入り口がここ。まあ、Q ライン短いんですけど、これぐらいでいいでしょう、多分。で、はい、出口はこっから出てきます。はい、人乗りましたね。なんか、バランス悪くないですか？こういうのって人少ないときは、なんとなくこう、バランスよく乗せるんじゃないのかな。あー、でもあれか。もうちょっと人来るの待つと思ったら、意外に強制的にスタートしますね。はい。で、これですね。ちょっとあの、ライド目線は、すいません、あの、やめておきます。あの、さっき私ちょっと自分でライド目線で見たんですけど、とても気持ち悪いです。もうぐるんぐるん回るんで。はい。なので、あの、ライド目線はちょっとやばいんで、なんとなくの想像してください。こんな感じです。まあ、周り景色、はい、こんな感じになってて。この周りの景色をぐるぐる見ながら、まあ、ここを行ったり来たりするという、はい、子供だましアトラクションになってます。でですね、まあ、ここちょっとくぐる場所があるんですけど、ちょっと夜にします。はい、夜にすると、ここはあの、こんな感じで光ってます。魔法の不思議な力の宿ったアーケードになってます。で、あの、ここちょっとあの、魔力が宿ってて、ここを一回通るたんびに、ちょっとピザが食べたくなります。はい、そういうあの、魔力を使ってます。ちょっとこの、通った瞬間に、あの、ピザの美味しい匂いがするという設定になってます。なので、これに乗った人は、必然的にこの、ピザ屋に行きたくなるという。はい、そんな感じになっております。はい、これでですね、このエリア初のアトラクションができて、やっとちょっとあの遊べるエリアになりました。で、次回はですね、はい、ここ空いてるんで、ここに何かを作りたいと思います。はい、そんな感じで、それでは次回以降もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。